あの近所のスーパー全部回ったんですけど、イタリアンパセリ売ってないっすね、どこも。足立区と北区のスーパーではイタリアンパセリは売られてないですね。下に見られてる気がします。先に言い訳を聞いてもらったところで、今回紹介するのがペペロンチーノ。正式に言えばアーリオオーリオペペロンチーノ。過剰なまでに正式に言えばアーリエンスオーリエンスペペロンチーニエンス。意味としてはアーリエンスがニンニク、オーリエンスがオリーブオイル、ペペロンチーニエンスが唐辛子とのこと。ここに玉ねぎとツナを練り込んだオニエンスシーチキンスアーリエンスオーリエンスペペロンチーニエンス。僕YouTube でペペロンチーノって検索したら出てくる動画全部見たんですけど、なんかどれもその作る量があまりにも少ないんですよね。ひいおばあちゃんに作ってあげてんのかなってぐらい少ない量を調理してて、いやこんぐらいいくんですよ、健康な成人男性だったら。オニエンスとシーチキンスとアーリエンスとオーリエンスとペペロンチーニエンスが口の中でマリアージュすることにより奏でるハーモニーが、これがいわゆるゴールドエクスペリエンスとなってバロテッリの強烈なシュートを思わせるわけだ。1年前にもペペロンチーノを作る動画を公開したが、俺の YouTube はもう終わりなのかというほどコメント欄が炎上。それでも今回この動画を上げたのは見てほしいからだ、俺の成長した姿を。前回のペペロンチーニングって足りなかったもの、それは乳化だ。乳化が足らないために冬場のかかとみたいな舌触りになってしまった。ではなぜ乳化が足らなかったか、マンテカトゥーラが足らなかったからだ。マンテカトゥーラが足らないパスタはもはやジャンクロードバンダムがいないエクスペンタブルズ。ジャンクロードバンダムで思い出したが、ネットマージャンしてて一番面白かった対戦相手の名前がジャンクロードバンダムだったな。サイゼでもそうですけど、もう残り少なくなったパスタとこの底の方に余ったソース、これ全部絡めてこれ一気にかっこむのが醍醐味なんですよね、ペペロンチーノの。これがペペロンチーノのクライマックスだわ。